ローガンラガンズの原宿メモリアル。見上げてごらん、甘いパンツ。よくわかりませんけど、どっか空からパンツが降ってくるんでしょうかね。はい、パンツじゃなくてオタマジャクシが降ってくるんじゃないでしょうか、ね、オタマジャクシかよ、怖い怖い。そんなコーナーで、はい、ツッコミパラダイスでございます。おー、そう、早速突っ込んでましたね。はい、さすが。うん、パンツなんか降ってこねえよ。いや、降ってくる、来させる。ひもパン、ひもパン、ひもパンかよ。ひもパンがいいな。はい、では見つめてねえよ。早速いきますよ。はい、このね、なんか一つの一つのニュースとかに対して突っ込みまくるというコーナーでございます。はい、じゃじゃん。給食のおかずを詰め合わせた給食メニュー弁当を発売。給食でいいじゃねえか。株式会社サークル系サンクスは加盟店のアイデアをもとに商品、サークル系の給食マニア、アイデアをもとに商品化した給食メニュー弁当を6月9日より全国のロックの機会、全国のサークル系とサンクスで販売開始した。誰が食べるんだよ。同商品はあなたが作るお弁当というテーマで加盟店からアイデアを募集し、最優秀賞を受賞したサークル系なんとか店、どこだよ、どこの店だよ。滋賀県の、滋賀県かよ、読めないです。滋賀県なのかよ。スタッフのアイデアを、滋賀県給食ないのかよ。商品化したもの、人気メニューであるカレーライスと、カレーライスは人気なんだよ、どこも。誰もが子供の頃に大好きだった給食のおかずを一つのトレイに詰め合わせた、トレイかよ、弁当となっている。弁当かよ。おかずには鶏の唐揚げ、ミートボール、クリームコロッケ、肉ばっかりじゃねえかよ、シューマイ、牛肉ソーセージなど、そんな豪華な給食ねえよ。定番の人気メニューばかりが選ばれて、勝手に定番にすんなよ。続きを読む、続きを読む、それは関係ねえだろ。あ、終わりでした。はい、難しいな。はい、うん、はい、じゃあ私が今度は読みますね。ベネズエラ政府、チャベス健康に害、何が、そしてコークゼロ回収。コーラじゃないの、コーラじゃ。ベネズエラ政府は10日ほう、健康に害を及ぼす可能性があるとして、なんで、アメリカの飲料大手コカ・コーラにコカ・コーラゼロ、コークゼロを回収するように命じた。アメリカ嫌いなだけでしょ、これ。マンティジャ保健省は、変な名前、変な名前、カロリーゼロの同飲料をベネズエラ人の健康を守るためと、今後販売してはならないとし、根拠がないぞ、店頭から撤去するように命じた。しかしどのような害を及ぼすかについては説明はなかった。やっぱりアメリカ嫌いだけだ。コークゼロはベネズエラでは4月に発売されたばかり、つい最近、メキシコに拠点を置くボトラーのコカ・コーラ長えな、コカ・コーラフェムは、フェム、もうあんないな。ベネズエラの低カロリー飲料市場で同社のシェアを 20% 増加させる目標を立てていた。ほう、以上です。え、込めなかった、ほとんど。難しいね。結局まあアメリカ人だけだっていう結論ですけど、ね、まあそこのね、人は大統領、大統領はアメリカ嫌いですから、ね、大嫌いですからね。じゃあいきますよ、次。はい、タッチ達也役声優、補修役の林家正蔵にダメ出し。こぶへかよ。6月1週目の金髪舞台ライブから、ヒステリーと太平、金髪のテケラジオ日本放送は、知らんよそんな番組。テリー伊藤が一足早い夏季休暇を、テリー伊藤って外人かよ、夏季休暇を取っており、その代わりにゲスト MC として落語家が連日出演したと。6月2日には林家正蔵、おお、コブヘ46が登場。レギュラーの林家太平、46かよ、
レギュラーの林家たい平44とは同門であり、焦点会息の合った掛け合いを見せていた2人だったが、そこにある人物から突然の電話が。テリーだろ。続きを読む。それは関係ねえんだよ。光太郎元気か、いつも俺の玉を取っててくれただろ、などと肖像に話しかける電話の主、それは声優の三谷裕二だった。おお、三谷サイダーか。この二人テレビアニメタッチ、古いんだよ。1985から87年に、古いんだよ。三谷がタッチったら今はまあスイカパスモなんだよ。今当主の上杉達也、スイカなんだよ。当主ともあるんだよ。上杉達也役、肖像が保守の松平幸太郎役。松平健じゃねえのか。つまり バッテリーを組んでいた間柄なんだ。松健サンバで紅白出場なんだよ。声の主に気づいた松健サンバ2もあんだよ。挨拶を終え、3もあんだよ。ものすごいお世話になったんですと恐縮しきり。恐縮じゃねえ、給食じゃねえ。それもそのはず、まだ林家こぶ平だった当時の肖像は、こぶ平ってよく考えたら変な名前なんだ。声優としては素人同然である。素人だよ、都市人だよ。それゆえ当時のってやつだよ。周囲に迷惑をかけっぱなしだったというのだ、うん、容易に想像がつくよ。続きを読む。まだあんのかよ。タッチだよ、岩崎よしみなんだよ。肖像はひろみじゃねえんだよ。コブちゃんと呼ぶ、肖像をコブちゃんと呼ぶ三谷は、当時の逸話を次々披露し、古いんだよ話が。今は番組で古いんだよ、もう昭和なんだよ。メインを昭和なんだよ。メインを張ってる方が席すぎなんだよ。何言ってるか分かんねえんだよ。アイドンノンなんだよ。たくさん出てて席すぎなんだよ。その中で肖像は何言ってるか分かんねえんだよ。よくあんなにズーズーしくできたな。全部コブ兵って言えよと。昭和の時はコブ兵だったんだよ。冗談交じりながらもダメ出し丸飛び出した。ダメ出しいつもダメだな。また朝倉みなみ役、ボグモグコンポなんだよ。の日のあ役の何言ってばかんねえ。日高のり子も声優としては新人だったため、日高と肖像に対する気苦労が絶えず、番組が終わる頃には音響監督が白髪になっていたとか、うん、そんなわけねえだろ。千葉テレビで再放送中など、千葉かよ、今なお視聴され続けるアニメタッチには、そうした声優スタッフ陣のただならぬ苦労や情熱も吹き込まれていると言えよう。おお、素晴らしい。はい、終わり。はい、じゃあ今日はこの辺でよろしいですか。まあ最後はちょっと長かったですね。ね、うん、まあね、そうですね。コブヘイさんも衝動さんになってね、うん、なんか偉い週飯式もやってましたけどもね、うん、僕はときめきメモリアルが大好きです。なんでそれが出てきたのかよく分かりませんけどもね。今日も鏡の満席で、はい、ということでどうもありがとうございました。はい、ツッコミパラダイスでした。はい、ローガン・ラガンズの原宿メモリアル。